コプフ彗星は太陽系の周期彗星である。1906年8月23日に発見され、発見者のアウグスト・コプフにちなんで命名された。1912年11月に戻ってきて以降、見失われていたが、1919年6月の再来の際に再発見された。1919年以降は見失われることはなく、 直近の近日点通過は2015年10月25日だった。1939年に木星の金棒を通過し、近日点距離と軌道周期が減少した。次の近日点通過は2022年3月18日である。コプフ水星はハイデルベルクのケーニに引きシュトゥール天文台で発見された。 コプフが1903年8月20日に撮影した写真プレートを同じ領域を以前に撮影したものと比べていた際に天体の存在に気づいた。8月23日、彼はこの天体を11等級の彗星であると結論づけた。1906年9月中旬、カリフォルニア大学バークレー校のキール・エベルラのチームによってこの彗星の短い周期が明らかとなった。 この彗星は1912年11月25日に接近した際に見失われたが、1919年6月25日に予測される位置よりも3日、分手前にあるのが再確認された。その後、1945年8月11日の接近までは観測されなかった。この時、東急は8.5を記録したが、東急の 突然の増大は1939年から1945年の間に木星が水星の軌道を変えたためであると推測された。1951年10月の接近では、期待されたよりも三等級も暗かった。木星と非常に接近して、近日点距離は1.52天文単位、軌道周期は6.31年になり、1996年7月2日には14。 等級だった。水星角は直径 3.0km と推定され、アルベドは0.05である。2002年の回帰の際、東京大学基礎観測所によりコプフ水星のダストトレイルが可視光で観測され、ダストの大きさは約 1cm であること、ダストのアルベドが非常に低いこと、ダストの密度が非常に濃いことなどが判明した。ありがとうございます。